さて、追っ始めるか。見事です、ファルネーゼ殿。これでこのアルビオンに救う邪教徒はほぼ全て捕らえたと言って過言ではないでしょう。いいえ、神のお導きです。トユー、この娘、黒い剣士が救い出しに来た。黒い剣士と関わりを持つ邪教の巫女ですか。どうやらこの娘に関しては特別詳しく取り調べる必要がありそうですね。いやあ、うひょー、間近で見るとどでけえな。こりゃジーンってより城塞だぜ。なんだこの気配は。首筋にジグジグ来やがる。死とか、いやもっと異様な。ここはやべえ。あの塔にキャスカが。俺が中から開けてやるぜ。何としても挽回すんだ。また烙印に引かれてきやがったか。アスカの姉ちゃんを探しに行くぜ。化け物、なんだこれは。うぬん、チョコ財な魔女め。モズグス様、お下がりください。恐れることはありません。今こそ我らの信仰が試される時です。我らは神に救いを求める口を持ちません。信仰とは全てを要求するもの。あえてこの試練を喜んでこの身を捧げましょう。悔い改めよ、亡者ども。信仰とは死ぬことと見つけたり、かかってきなさい。私は何者の挑戦でも受け。我、奇跡を見たり。おお、これこそ神のご意志。この力を持て、皆を導けと。この魔女こそはアルビオンにはびこりし邪悪の元凶。この者を家系に処すことによって神の勝利を民衆に示すことこそ我が使命。やだ、死にたくない。俺の連れはどこだ、答えろ。いるはずがない、ありえない、こんなもの。くそ、頭が停止してやがる。
悪いが急いでくれねえか。切れそうなんだよ。礼拝堂に連れて行かれたんだ。なんだあの小さな生物は。おい、あんたも好きにしな。ただし邪魔すんなら切る。まやかしなんかじゃない。誰か助けて。なんだ、何なのだこれは。あの黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。しもべたちよ、恐れることはありません。邪教の者どもがいかなる頂上の技を用いようとも、その信仰に一点の曇りなくば、神は必ずあの力を打ち破るべく奇跡をお示しになります。ご覧なさいこの姿を。これこそ神の力の権限、邪悪を払う浜の翼なり。天使、我らが守護天使モズグス様。これよりこの聖地にはびこりし邪悪の元凶であるこの魔女の家系を執り行い、この忌まわしき怪異に終止符を打ちます。おお、早くしろ、焼いちまえ。やれ、あの女を焼けば助かるぞ。
たが話に聞く黒い剣士ですか。モズグス様、ここは私たちにお任せください。知りません。この魔女を渡すわけにはいきません。神の正義の名において、神に弓引く愚か者よ、その罪、その血をもってあがなっていただきましょう。キャスカを返してもらう。自信。うわあ、大物だ！総員退避、どうか離れろ。聖地にはびこりし邪悪の元凶である、この魔女に処刑を執り行い、この女は俺がいただくぜ。ありません。まさかあいつもどこかに。戦うか。
い剣士、神を恐れぬ愚か者よ、天罰敵面。あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと。経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は人並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。あなたは邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。神を恐れぬか。あくまで我が任務を阻むつもりか。神様にごまがすりたけりゃ、てめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには指一本触れさせん。せめてこの神敵を道連れに。天国には一人で飛んできやがれ。時間で私の命も尽きる。その時こそが、せめて最後は、頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて、私にとって見上げ続け、見下ろすだけだったこの世界。もういい。終わらせてくれ。この赤子は、これは肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽き死にかけているのか。お前も私と同じか。異形の赤子よ、共に行こう。せめて私の中の新しき世界をゆりかごに夢を見るがいい。
ている。全てが私を、私の生み出す世界を求め泣いている。全てが一つの声に満たされている。求めし者は来たれり。俺の目の前に現れたあいつは魔物ではなく人の姿をしていた。まるであの頃からそのまま抜け出してきたかのように。俺はあいつを目にした一瞬、殺意を忘れていた。それが許せねえ。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って資料どもをかき分けさまよってきた。だが今、あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣の届く先に。戻ったぜ。おい、ヨア！カッツ、ヤスカお姉ちゃん。これからどうするの？みんなで一緒に暮らそうよ。ここで。そうだな。本当に約束だよ。いいんかね、そんな安請け合いしちゃって。あ、そういえば今お客さんが来てるんだ。なんでもリッケルトの古い知り合いなんだって。リッケルトの兵隊だった頃のお友達だって言ってたから、ガッツも知ってる人じゃないかな。白銀の長い髪で、男の人とは思えないほどすっごく綺麗な人だったよ。なんだかまるでおとぎ話の中の人みたいな。Thank you.
あの黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。恐ろしい。あのただ闇夜に怯えるだけの子供が、信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい、ドロドロが迫ってるぜ。死にたくねえやつはそいつを拾え。松明？そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより塔の中に入った方がいいんじゃないのか。城門ぶち破る相手に牢城なんつう意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここなら胃の一番に日の光が差す。なぜこんなにも正確に、当然のように生き抜くことを口にできるのだ。なぜこの男の声はこんなにも力強く私に響く。朝までが勝負だ。生き残るぞ。あの時と同じ、まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ、祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち退かない、ただ一つ確かなもの。瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。脆い、あっけないほどに私の寄って立っていたもの、信仰していたものとはこんなにも儚いものだったのか。信仰、いや違う。私はあの幼い日の夜の闇から逃れたい一心で、恐怖を、秩序を、威風を振るう側に紛れ身を隠してきたに過ぎない。そして時にはそれは欲望の吐け口でさえあった。私の信仰は汚れていた。しかし私を守るはずの全ての虚飾はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に私はまた、いや、おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出立する。生徒に戻られるのですか。私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。とうとう私はあの幼い日の闇から逃れることはなかった。そしてついに闇は形を成して私の眼前に現れたのだ。まるで怯え続けるだけの私の運命でもあるかのように、ただ一人闇の中に立つあの黒い剣士に引き連れられて、あの人こそが私の預言者なのかもしれない。